ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。楽天賞さん、夢見の館へようこそお越しくださいました。ほい、ということで今回はね、夏の夜をテーマにした夏祭り村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では、夢をお取りするためにインターネットにお願いしますわね。ということで、夏祭り村に、出発。ほい、夏祭り村に到着。誰かの足音が。夢の世界へようこそ。あなたは今夏祭りという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたい時はもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは魅惑の夏祭りの世界をご堪能遊ばせ。この辺のは、あーなるほどね。どれにしよっかな。レモンダブルアイス、よし。レモンダブルアイス。いや、美味しそう。絶対下レモンじゃないと思うけどな。ん？これは。あ、なるほどね。こっち男の子用で、こっち女の子用って分かりやすくしてくれとんや。運試し、運試しある。ちょっと待って、着替えてからしよう。光るハートアクセサリー。光る花のアクセサリー。カンカン棒。光ろっかな。光ろっかな。よし。じゃあ、この辺。身につけていこう。じゃーん、こんな感じで女の子用の顔出し看板、イエイ。で、運試しね。どれにしよう、どれにしよう。これよし。さあ、間違えた。間違えた。ちょっと待って。食べる。ててーん。中からくじが出てきた。どれどれ？稲荷くじ。おめでとう、次賞。めっちゃ下やん。超下やん。めっちゃびっくりするんやけど。あ、なんかすごい綺麗に固まっとるね、家が。ちなみにこの村は、夏祭りで、村を盛り上げようと考えた4人の兄弟が、それぞれに施設を経営して村を発展させようと努めているらしいです。あ、ちょっと待って、こっち側に1軒あるんか。じゃあちょっとまずこっちの1軒、行ってみましょう。どこだ？役所の隣？あ、こっち側か。はい、ここ1軒目。あ、どうも。桃カフェでどうぞごゆっくり。桃ちゃん、いいね。ちなみに、村民の名前はそれぞれの季節の花の名前らしいよ。そして登録順は兄弟の年齢順でもあると。全員兄弟だよね、この村の村民さんたちは。桃カフェ。いいね、いいね。お、ここではなんか手紙をしたためている人がいて、こっちの人は読書。もうカフェってそういう感じの人いっぱいおるよね。なんかちょっとお茶を楽しみながら読書しよるとか、あと勉強しよる学生とかもよく見かける気がする。よきだね。ケーキ食べたいね、ケーキ。はい、2階へ。お、2階は、ももちゃんのお部屋ということかしら。あ、読書が好きなんやね。なるほど、なるほど。まあ、自分自身も読書が好きならね、お客さんにそういう人がおっても別に気にならんかな。よっぽどごった返してなかったら。そう、こういうあったかい雰囲気すごい好き。ログハウス風。ほい、それじゃあ。ももちゃん。なんか全身ピンクな感じやね。やっぱももちゃんやけん。かわいい。
あ、この辺めっちゃ可愛いんやけど。見て、お花の道。超いいやん。カフェやし、ももちゃんちょっと可愛い感じにしたかったんかな。ほい、そして、はい、2軒目はここかな。貝殻がいっぱい並べてある。はい、住人さんは家の中か。お邪魔します。お、ここはレストラン？あ、女の子や。つばきちゃん、自慢のディナーを召し上がれ。おー、いいね、いいね、いいね。女性シェフいいね、かっこいい。自慢のメニューは一体どれですか？これパスタかな？パスタやね。オムライスか食べたいな、オムライス。はい、それじゃあ奥の部屋へ。調理場かな？お、調理場だ、調理場だ。ここでまあ、作って、で、これに乗せて運んでいくと。ふんふんふん。一人で切り盛りしようかな。大変そう。大変そう。こういう食器洗いのやつもね、意外となんかあんまり落ちんかったりとかするし。はい、そして、あ、なんかあれだよね、ピアノ演奏しに来てくれる人がおるってことか。へえ、すごい。有名人とか来たりするかな。はい、2階。2階なんかめっちゃ雰囲気違う。ね、下洋風な感じやったのに、2階めっちゃ和風や。そして、お寿司。やっぱり？やっぱりお寿司いいよね。いいよね。食べたいね。ほい、それじゃあ、すぐ隣やったかな、次。確かこっちに。あ、なんか落ちとる。プレゼントや、プレゼント。これは？おー、花火！やろやろ、花火。どの辺でやる？この辺やったら大丈夫かな。よし。吹き出し花火。おー、いいね、いいね、いいね。夏って感じやね。超ニコニコしとるやん。そしてこの終わった後のちょっとした虚しさ。さあ、また片手にレモンダブルアイスを持って、もう一軒、三軒目の家へ。ここ、おー、いたいたいた。あれ、アイス食ったね、今。むしゃむしゃむしゃ。違うんだよ。村民さんと話すんだよ。シュウくん。ようこそ、ホテルヒイラギへ。あ、ヒイラギって書いてシュウって読むってやつか。なるほどね。はい、お邪魔します。ホテル、ホテル。おー。ここが、受付というか、ロビーっていうことかな。あ、受付、あれなの？左右に2箇所あるってこと？なるほど。結構お客さん来たりとかするんかな。はい、左側へ。お、これはもう客室？ってことでいいんかな？綺麗。こういうふかふかのソファーに座りたいね。ベッドもすごくふかふかそう。白い家具ってなんか汚してしまいそうでちょっとね、躊躇してしまうよね。はい、そして右側は、こっちも客室ってことかな？おー、こっちはなんかすごく高級感。ん、向こうも高級そうな家具ではあるんやけど、え、でもどうやろう？どっちかやったらどっちの部屋がいい？え、どっちもすごい綺麗なんやけど、でも汚しそうやけど、さっきの白い方がいいかな。なんかね、ものすごく高級そうな気がして気が引けてしまうかな。どういう人が泊まるんやろ。そもそもお金持ちの人が泊まるんやったら別に大して気にせんかな。
はい、2階へ。あ、なるほど、2階はビリヤードとかダーツで遊べる場所なんや。私は多分この辺に座って眺める感じかな。ビリヤードやったことないしな。ダーツ。なんかおもちゃのダーツみたいなのやったことあるけど、ああいう本物の刺さるやつはやったことないかも。ほい、それじゃあ。なんかビリヤードとかダーツってね、なんか男の人が、結構なんかある程度、どれぐらい ?10 代後半ぐらいから、なんか趣味としてやり出したりとかする人結構多くない?私の周りだけかな。お、公園や公園。いいね。誰かここでリンゴ洗いよる。美味しいリンゴの山。そしてなんか一人だけね、この動物たちに紛れて一緒に暮らしている、葵くん。葵温泉でリラックス。動物たちが入りに来るんかな、温泉。お、いいね、いいね。もうなんか、え?なんか斬新な感じ?これ自分で名前書いて入っていく感じ?そういうことではない?そして左右にマッサージ機。いいよね、マッサージ機。私小さい頃から普通に座ったりとかしよったけど。はい、こっちが男湯。なんかめっちゃモーター音が聞こえる。あ、上に扇風機か。なるほど、なるほど。そういうことね。小さい頃よく水風呂とかに入って遊びよった。はい、そして、女湯。あ、左右対称な感じなんよね。なんか結構さ、女湯の方をなんか綺麗な感じで作ってる人とかって、おるけんさ、まあ、実際に男湯女湯で差があるとかどうとかっていうのは、ね、リアルでは入り比べたかできんけんしたこと、よくわからんけど、違うもんなんかな?一緒なんかな?はい、そして、まあ、お風呂上がりのね、牛乳とか、飲みまして、なんかフルーツ牛乳が、なくなるかなんかって言わなかったっけ?まあ、飲まんけどさ。普通の牛乳がいいな、普通の。あ、なるほど、洗濯もして帰れるん。いいやん。温泉で、洗濯もして、で、新しい服に着替えて帰るってこと。なるほど。さっぱりさっぱりやね。温泉といえばすごく猿のイメージ。あれかな?結構猿系の住人が多かったりとか。いや、別にだね。そういうわけではないと。多分、この、ももちゃん。これ登録順ってことよね。住人さん。ももちゃん。葵ちゃん。葵ちゃん?葵くん?違うよ。葵ちゃんよね。で、つばきくん。しゅう。ん?つばきちゃん?ももちゃん、葵くんか。つばきちゃん、しゅうくん。の順番で、まあ、年齢順っていうことか。なるほど。あ、看板ある。フルーツ。あ、ここ果樹園なんやね。いろんな果物がなっている。いいね、いいね。ドリアンまでなっとるよ。珍しい果物とかもいっぱい。いいな、フルーツいっぱい。私特に、そんなにないけんな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。いや、もう現実では、あれか？夏も終わりって感じやけど。いいね。夏祭り。今度は秋祭りの季節になるけん。秋祭り楽しんでこ。